宮さんこんばんは、夏目さんちのゲンです。ドラミンゴまんじゅう第重要発見者のさやです。ドラミンゴまんじゅう、まんじゅうがぼよんぼよんと、だからどんどこどんどんどこどんどんどこどんどこどんどこどんって口の中に入れるとあんこの舌触りが最高っていうおまんじゅうですね。食ってみてということで今回ですね、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。せーの、逆境に打ち勝て。これ片お尻さんっていう、あのお尻の半分の片お尻さんですけど、逆境では確かに今上からもうウニみたいなさ、ウニが刺さる目前ってことでしょ、この。そうね、ちょっとやっぱ電部的には避けられない、電部的にはグサッていくよね。そう、多分でも皆さんここすごく目に入ってると思うんだけど、ここをこう差し置いてお尻の話をしてるのはとても申し訳ない。まあ、ね、今回こちらです。シーンね、前回ね、こちら、はい、はい、こちらの動画でね、やりましたよ。やらせていただきました。7日間コーデをこう繋いでってストーリーみたいなね、あ、そうそうそう、していくっていう妄想対決、ね、これもね、非常に皆さんからご好評いただいたんですが、ね、結構皆さんが、はい、やってくださった方もいましたもんね。そうなんですよ。なんですけども、はい、今回もシーンさんに案件いただきました。ありがとうございます。おかわりありがとうございます。ありがとうございます。ですが、はい、今回シーンでね、大量に服をね、爆買いしてさやさんに着せるというコーナーがあるんですけども、はい、今回やっていく企画はこちら。シーンで画材1万円分爆買いしてみた。それを全部水で流してしまおう。買ったのに。はい、はい、てなわけで何を言うとんねんって話なんですけども、いや、そう、シーンってお洋服を買うところではイメージがあると思いますよね、はい、皆さんと思ったんですけど、うん、僕ね、ふとこのシーンさんからまた、今回もクーポンコードも出してもらって、はい、皆さんにお得に買ってもらえるんですけど、やっぱ夏目さん知的にはなんか、はい、確かに服でも絵描けるよなみたいな、そういうことですか。ではないんですよ。服と書いて画材という、違いますよ。そんなあのお絵描き拷問チャンネルじゃないですよ。皆さん見てください。これはさやのピースです。皆さんよく見てください。ピースがだんだん動いて見えるでしょ。見えねえよ、何してんの。動いてるんだよ。だだだ、うわぁ、どん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 、うわぁ、まだ出る、まだ出る。まあ、てなわけで、なんとですね、はい、俺見つけちゃったっていう話なんですけど、うん、シーンって傘売ってるんだっていう。いや、なんか完全にもう僕、うん、洋服だけだと思ってたんですよ。そう、洋服とかそう、ファッション系だとアクセサリーとか、はい、と思ってたんですけど、そうそう、なんと画材を見つけてしまって買っちゃった。ちょっとか。ちょっとね、描けない系というか。あ、すごい、超かっこいいよ、めちゃくちゃちゃんとした筆が、うん、いろんな用途のね、ね、筆が入っておるわけです。これもいいですよ。すごい。あとこれバケツね。はい、これはあの絵の具用のバケツですね。シャリドーケーグ。やったどうしたの。楽しくなっちゃった。まあちょっとあのいろいろ描くものはいっぱいあったんですけど、画材じゃなくて絵にまつわるグッズたちをね、絵を描くときに使う、はい、そうそう。これどうよ。あー、これ暗殺者がつけるやつじゃん。ちゃうねん。こうだよ。待って、もう一本話せばいいんじゃないですか。ここに入らない。入らないから。これ僕あのいつも iPad で絵描くからさ、あ、そうそう、これちょうどいいんですよね。こういうの欲しかったから、ここでさーってこう。まあでもそういうことなんですよ。そう、滑りを良くすることで、はい、これってさ、うん、待って、この人頭悪い。ちょっと気づいちゃった俺。見て、この人頭悪いよ。いいかも。女暗殺者がつけてるやつじゃん。シャイじゃん。シャイらん。夏目さんのおじさん置いといて。そしてこれがね、うん、あの絶妙に夏目さんちに必要なものなんじゃないかということで、はい、はい、これ何だか分かります、さやさん。これあれだよ。おもかじいっぽーい、こちらの方角にピピーポー。考えたせいでそれ不安になっちゃうな。それあれでしょ、知ってるよ、さや。なになに、賢いもん。シャーってこっち通すと、はい、こんな感じで。ちょっと夏目さんってよくあの髪ちぎるのが下手という評価をいただくので、あーよくビリビリビリってなってくんで便利だなと思ってこれも買いました。あとこれがあの魔法陣描くのに特に必要なものでして、こちら、まあ、気抜けしねえと住めねえのかお前。すごい的確なツッコミを受けてしまいましたよ。皆さん聞きました、今衝撃だったよね。
あ、棒をなんか刺すとこがこう3箇所あるので、まず棒をこうやって立ってて、あ、ここじゃん。で、ここにこうするやん。で、これでパンジャンドラム。なんだろこいつら、なぜ顔仕掛けなさそう。そう、これがほら、あ、そうそう、ペン立てになるよ。ペン立てだったり筆立てだったりになるよっていうやつですね。そうそう、コロコロしていかないようなためのこういう筆立てみたいなやつで、うん、これ結構さえ使えるんじゃないですか。あ、そうそう、これすごくいいなと思って、ね、そうそう、あとこれお水ね、お水入れて畳めるやつですね。あ、そうそう、はいはい、あの壁に書いたりとかさ、なんかこうどっか持ってくときとかにこれすごくいいなと思って、うん、すごい、今例えに出したら壁に書いたりっていうのが該当する人あんまいなすぎてびっくりしちゃった。いないですか、最近の JK みんなやってるよ。 JK みんな壁に書いてる、大丈夫ですよ、日本の行く末が心配になってくるけど。てなわけで、まあこういろいろあるんですけど、ちょっと面白いね、はい、これはね、まだまだたっぷりね、さっき買ったやつがあって、はい、それを使って今から楽しくお絵かきしていければと思います。覚えます。じゃあまずは何からやりましょうかね。選ぶとこから始めていきますか。それでは、よーい、スタート。パンジャンドラム。楽しく使ってほしい。気に入った。さあ、ということで今からですね、注文して届いたシーンの画材の中から今度はね、絵を描けるものというか、はい、早速使ってお絵描きしていこうと思いますが、まずはこちら、でーん、これ見て、ちっちゃい、こちらがね、はい、ミニキャンバス、とっても可愛いミニキャンバスとミニイーゼルというんですか、これは可愛いですね、はい、これこれすぐ飾れる、描いたら。こちらにちょっと絵を描いていこうかなと思うんですが、うん、こちら見てください、はい、でーんと、でーん、ほら見てください、これデッサンセットみたいのも売ってまして、うんうんうん、はい、もうこれいろんな硬さの鉛筆と、お好きな濃さですよ、はい、でチャコールでしょ、すごい、なかなかなくない、 4H とかさ、 5H までそう、ちゃんと本当にフルセットでデッサンやりたいという人用にちゃんとなってますね、はい。じゃあそれではまず1回目のチャレンジは、ここにまず鉛筆で描いて、そしてこの後ね、ちょっと面白い道具があるので、はい、皆さんそれも楽しみにしてください。皆さんが面白いって言うからには、はい、さぞ面白いものが出てくると思うので、皆さん期待してお待ちください。面白い。何それ、これ何に使うでしょうか。何これ、はい、これを何に使うかを考えながら皆さんお待ちください。じゃあまず鉛筆編、これ、はい、ここのキャンバスにちょっと鉛筆以外も使っていくので、うん、まず鉛筆、じゃあ15分でいきますか、レッツゴー。わ、さやさん結構大胆にいくね、うん、大胆かつ繊細にってお師匠様も言ってた。そのお師匠様誰。源さんがこの記憶を取り戻すまではまだ長いか。勝手に一人で物語始めないと。ゲンさんの記憶を取り戻す RPG しないと。流れてくると多分サヤさんのお師匠さんはゲンさんなんだけど。いや、そうなんだよね。だいたい15分ちょいぐらいで、ちっこいキャンバスに鉛筆、せーの、ポンと。ドドドドド。はい、というわけで、なんかこう、はい、少年っぽい少年です。ね、僕もなんかいつも描いてるような子が生まれましたけど、はい、ここからですよ、皆さん。はい。デレデデン。おぉ、あ、これは、はい、これわかりますか皆さん、このスプーン的な、これこれはなんかさ、最近さ、はい、結構流行ってるやつじゃないですか。これシーリングスタンプとかってあるじゃないですかね、うんうんうん、手紙を留めるための、はい、ローをこうやって流して、うんうんうん、そう熱して流してそこにスタンプポンってやるやつ、うんうんうん、あるじゃないですか。あります。そのセットです。ここになんとね、ほらこんな下から熱するろうそくもあるわけですよ、うんうん、でね、はい、なんと、はい、ゲンさん、はい、スタンプとローを買うの忘れた。逆の天才マシーン、こんなん売ってんだっつって、面白い、ね、ウッキウキで買ったの、うん、そら、なんとホカホカセットしかガイさんは買えませんね。とりあえずね、とりあえず火つけましょうね。ここにね、まあ、火をつけます。はい、で、ここの下からこうやって熱するわけよ。熱して、ここにだからね、それを流して、うん、おしゃれなスタンプポンと押すとね、すごいいい手紙が閉じれると。そう、なんか映画みたいなね。そうなんですが、はい、ウキウキで忘れたので、レオンでも溶かしませんかという。あー、良きですね、はい、ほら、この間大量に買った、はい、オイルパステル、オイルパステル、はい、これ溶かしたらどうなるんかなということで、確かにゲイさんが既にもう持ったやつがいますよ、ね、あ、確かに確かに、いいじゃないですか。じゃあ行きましょう、こちらの。あ、でもこれやるとき火使うのでね。そうですね、はい、未成年の方などは、はい、必ず保護者の方とこういうことはね、うん、やってください。火遊びは本当、はい、本当に危ないので火遊びは絶対しない、はい、でこれを他にしてみましょう。さあ、これ本当にどうなるんでしょうかね。さあ、てなわけで解けましたけど、さやさんお願いします。ちょっと緊張する。るどうしたいのこれを。どうしたらいいと思う、うん、いきますよ。はい、落としてみるよ。いくよ、やってみるよ。いける、これいけるのかね、垂れますちゃんと。あ、垂れる垂れる。あー、でも垂れてる垂れてる。はい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 、いいですねいいですね、いい感じ。お、すごいすごいすごい。あ、すごい、ちゃんとね、ね、垂れる溶けましたね。垂れる垂れる。あ、いいねいいね、この
キットをなんで2人用買わなかったのかっていうね。本当に1人1回順番子なんかさ当たり前のようにさ、うん、あのいつも2つでやるじゃん。夏美さんじゃだって順番子を教えるチャンネルだから。そうなの、初めて聞いた今まで一度も順番子やったことない夏美さんちで順番子を学びましたってお声をいただいてますから、ね、そんなありがとうございます。ピンポイントなお声いただいたあーいいねいいね、楽しい。これこの男の子は何、水の感じなの？そう、水のせいなの。あ、水のせいなんだ、うん、今考えたけど、うんだと思った。このなんかこう盛り上がってる感じがいいよね。あ、そうそうそう、やっぱさ、やっぱね、これ立体感っていうの、そうそう、やっぱ大事だよね。木見るとさ、すべてのやる気吸われない、うん、動画撮影中なのになんかさ、穏やかな気持ちになってもうなんか寝る今日も一日頑張ったなみたいな、よくわからん気持ちになる。火には謎のパワーがある。なんだろう、なんなんだろう、この癒し効果ね。よし、オッケーです。じゃあさやさん、こんな感じで、じゃあ次僕がやりますか、はい、この子にどんなのにしようかなということで、ちょいと私はピンクを入れる、そして同時に青も入れる。そうすることで何が起きるかまだわからない。俺にもわからない。行きます。はい、てれー、狙い通り。あ、すごい、マーブル。狙い通りのマーブル感が出てます。美しいマーブルです。おお。そしてはい、ちょっとね、棒面でね、え、もう固まってる。急いで急いで、ケンさん一刻を争っているよ。え、じゃあさ、もうさ、これはさ、あれじゃん、以前夏目さんちがやったさ、クレヨン溶かし、はい、お絵かきもさ、お手軽にできちゃうキットだね。そうだね。ね、どうだろう、でも量をさ、一気にいくのは大変かもね。まあ確かに。あ、もう固まってる。めっちゃいい感じじゃん。できたんじゃない。おー、すごい。さあ、ということで、まずはキャンバスと鉛筆セットとシーリングスタンプ用だけど、シーリングスタンプのローなかったから、シーリングスタンプほかほかセットです。はい、だけどクレヨン溶かしました。はい、はいぐちゃぐちゃなんですけど、はい、まあ、こんな感じでね。 いいっすね、うん、面白 いや楽しいわ。やっぱこういうなんかいろんなもの買ってさ、ごちゃ混ぜっていう風にやると楽しいっすね、うん、さあ次行きましょう。お次、でんでんでん、そしてなんかラグジュアリー。ほんとだ、ラグジュアリー。はい、これなんだかわかりますか皆さん。これですね、はい、万年筆。しかし中のインクはなんかすごく、まあ、これ自分で好きに入れていいやつですね、うん、ここにインクを入れて、うんうん、これで書けるはずなんだけど、はい、ちょっとわかんないので、ちょっとまだね、やってないので、初めての試み、はい、ちょっとスポイトも用意したので、ここに色を入れていこうかなと思うんだけど、さやさん何入れますか。どうしようかな、はい、お前の力だ。ちょっと怖いんだって。夏目さんち、いつかやる言われているランキング第2位ぐらいにいる、うん、自分の血で絵描いてみたんですけど、そんなサイコパス企画なんで絶対やらないんですけど、はい、絶対皆さんやらない、絶対やらないでほしいし、うん、夏目さんそんなにさすがに、うん、あの、そんなサイコじゃねえ黒入れてみようかなと思って。おー、いいんじゃない、この象形用インク。じゃあさやさん、やっぱこう自由にこう自分で好きなの色を入れられると聞いたら、やりたいのはやっぱもうあれしかねえ。ガラスペンのインクです。あー、以前使ったね、はい、こちらの動画で使いました。はい、この辺ね。そう、クジャク緑、はいはい、じゃあまずはオーソドックスに、ちょっとやってみますか、はい、ちょどう入れるか、どこに入れるか、このタイプのやつやるの初めてなので、ちょっと今緊張してますけど、ね、まず蓋外して、いい匂い、僕ね、証券用肉のこの匂い大好き。じゃあ行きますよ。そうそう、夏目さんちの糸って体当たりなんですよ。うわぁ、思ったより吸えたんだけどさ。うわぁ、思ったより吸えたんだけど、同じことしない。で、見て、表面張力一生入ってくんない。はい本当に入ってくれない本当に入んない、うん、全部下に垂れてる。待って、何これ、マジでめっちゃ描きやすいけど。ちょっと待って、さやが楽しんでる間に大変な思いしてる、うん、大変な思いしてる。マジですごいよ、見て、ドバドバ何笑ってんの。やっと入ったよ、おめでとう、ゲンさん。よし、ちょっと試し書きといきますか。ゲンちゃん、おー、いいね。あれは楽しいですよ、皆さん。緩急つくのいいね。じゃあいきます、30分用意スタート。あのさ、僕手買っちゃったんだよね、この間。怖いよ、何、どういうことよ、手買っちゃった。いや、なんかね、絵描く資料用でいちいち自分の手の写真撮るのめんどくさいしさ、うんうん、なんだろう、ね、俺が描きてえ手はさ、うん、あの、高確率で女の子の手のが多いわけじゃん。あ、そうですね。だからさ、女の子の手買っちゃったのよ。ダメだ、なんか全然事件性が拭えねえよ
この動画から夏目さんちを見た人はさ、あと親御さんとかだったら違うんだよな、違うんだよ、自分で言ってもなんか全然事件性が拭えなかったから今びっくりしちゃってる。大丈夫です、初見の皆さん、7年ぐらい連れ添った妻でもちょっと理解が今追いついてないので、両手買ったんだけど助けてください。なんかシリコンの結構リアルな形のいい感じの手があったのね、はいはい、 それを買ったのよ、資料用に、資料用のね、そうそうそう、うんうん、なんかデッサン人形とかのさ木の手とかあるじゃんよく、あーあるね、ああいうのって結局手じゃないやんって人形のね、いやそうなんだよね、いっそなんか結構リアルめのシリコンの手ってめっちゃ便利なんじゃないかなと思って買ってみたの、うんうん、ほうほう、それが多分明日届くの、じゃあ何にも知らないうちのお母さんとかに開けさせてみようか悲鳴あげるからちゃんと両手入ってるから普通この象形用インクとかいつも使ってるインクで書くときはさ、うんうん、定期的につけたりしなきゃいけないけど、ちょんちょんと、あ、そうそうそう、その時間ないから楽しいな、ね、さあ2回目インクをね入れるタイプの万年筆、せーの、でお互いなんかすごい混沌してない、ゲイさんあれ今回混沌としております、なんかねいろんなとこに顔がある、しかもこの子は何言ってるかわからないんだね、うん、そうやべいって言ってるけど、うん、こいつらはですね、はい、今から来るんですよ、マスターが、マスター、はい、この部屋にマスターが帰ってくるんですよ、最近マスターは落ち込んでるわけですよ、はい、なんでマスターが落ち込んでるかって、まあ、そもそもこのなんかドロドロしたやつが生きてるってよくわからん世界線なんですけども、はいはい、マスターは落ち込んでいる、うん、なぜかというとね、大切だった人が亡くなってしまったから、え、ものすごい悲しいじゃん、でもマスターに笑っててほしいと思ったこのよくわからん生き物たちはマスターが好きだったあの人を再現しようとしてるんです、あー、じゃあこの子はこいつらなんだね、そうで、こいつトマト監督だからこれやだなっつって、これやだ、ね、一見コントに見せてるけど、はい、実は結構感動的なストーリーだそうですよ、あのちゃんとマスターのためにね、慰めるために形を作ろうとしてるんです、うまくいってないけど、なんて素晴らしい、もう私のやつも結構壮大な世界観です、はい、お送りしてるんですけども、はい、なんすかこれ、はい、あの何これオクランジェル、はい、みんなの光熱費を底上げする存在する、本当に帰ってほしいこいつは、オクラの数だけ存在するオクランジェル、すげえいるじゃん日本人こいつはシシトーン、はい、こいつも悪そうな顔してるけど、そう、みんなの家計を勝手に見直してくれる、まあ、そう、ね、すごい堅実な存在なんですね、そうですよ、ちょっと今月ここ使いすぎちゃったから、はい、来月頑張ってみようかって言ってくれる存在ですね、ありがとうね、いやもうここの争いにね、うん、もう毎回こう巻き込まれてね、はいはい、もうかわいそうなんですよキュリエルは、めっちゃ稼いどるやんこいつめちゃくちゃ裕福じゃん一人だけ、悩みなさそうだなこのお姉さんノータッチ、そう、このお姉さん何なのじゃあっていう、うん、これ多分 この辺にこう手があって、はいはいはい、あの電気代支払いのハガキとか多分、あーそういうことね、そうそうそう、で、はあ、今月ちょっとかかるちゃったな、だからあのちょっとどことも言えないとこ見てるんだ、あ、そうそうそう、放心状態なんだ、もうショックなの、たっけなるほどね、あ、でもこのお姉さんなんかいいですね、ちょっとかわいい、はい、ちょっとこうすごいなんか大人っぽいね、そう、うん、珍しく大人っぽいお姉さん、うん、いやなんかこう互いに妙にカオスな、カオスじゃないです、どうしたんですか、いいのか、今日多分絵描くのこれ最後だぞ、動画の中で、でもなんか久々にさ、うん、めっちゃ落書きした感じだね、いやそう、すっげえ楽しかったよ、うん、何も考えないでインクでさサラサラ描くっていうのがすごい楽しいね、そうそう、え、でもこう初めて使う画材でさ、うん、なんかいろいろやってみるっていうこの案外久々だよね、このいろんな画材を使っていろいろ遊ぶみたいなのが、いやね、いつになってもね、画材っていうのは楽しいものですよ、すげえなんかうまいこと着地しようとしてますけど、そんな、はい、わけですが、はい、はい、シーン、こんなに楽しいね画材をたくさんね遊べるんですけど、はい、本題は服を変えようというわけです、そうですよ、こんだけ見たことない画材とか、はい、あ、こんなのも売ってるんだみたいな画材も、うん、もちろん売ってますけど、はい、今からさやさんを世界人形にして遊ぼうと思います、やったー、お洋服だー、それではご覧ください、どうぞ、俺の名前はオクランジェル、お前は帰れシーンで画材を爆買いしたわけなんですが、はい、今回もね、はい、我らくあのこっちが正しいですシーンさんは多分こっちを買ってほしい、はい、うん、まあまああれも素敵だったけどね、うん、わらちゃ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 ん、ブーツに興奮するのはやめて、やめてください、ちょっと、あー気に入ってる、あのわらちゃんね、こういうね革製品、こういう革製品っていうかね、大好きなのよ、あすりすりやで、はい、ということ で、 わけですよ、今回はシーンさんね、いっぱいお洋服買わせていただいて、はい、そうね、前回はね夏口ぐらいでしたよね、うん、そうだね、はい、前回は結構もうまだ暑い時期に秋物を着て、うんうん、さやさんが汗だくになりながらの紹介してたっていう、はい、それでは今回はさやぴ2022オータム&ウィンターコレクション始めようと思います。
まあ、ということで、はい、あ、てかさ、さやさんそれもじゃん。あ、そうなんです。こちらはね、前回もね、シーンさんの、はい、シーンさんで買わせていただいたこちらのこの長袖シャツ、はい、お化け膝ショタくんだね。うん、膝は身につけろって言いますからね。言いませんよ、膝は身についてるんですよ、はい、みんな、はい、漏れなく。さあ、前回もね、買わせていただいたこちらはもう、あの、だいぶね、ヨレヨレしてんもんだって、はい、着てんもん、毎日めっちゃ着てます。ちなみにさやさん、それ下もじゃないですか。あ、下はね、今回買わせていただいた、はい、スキニーですね。スキニー、じゃあ今回もいくつか紹介していこうかなと思うんですが、はい、秋とか冬とかに着れる、ね、ちょっとモコモコ系とか、こう素材もふわふわ系を集めてきましたよ。ということは若干まだやっぱり、あの、さやさんは暑い思いをすると。いやじゃないね、困ったなじゃない、じっとりしてる、やめなさいねさあ行きますか。じゃあ今回さやさんが一番買った中でね、気に入ってるやつがあるので、うん、それをなんか参考でぐらい見たいですね。わがままいいじゃねえかよじゃあ来てきてください、うん、はい、さやさんがじゃあ戻ってくるまで待ちますか。せーの、はい、ということでさやさん着地、はい、着地しましたけど、どうですか。あ、すごいいいね、はい、なんかラフな感じで、はい、今これ着てるのはね、はい、これブーツと、はいはい、このスキニーとこれをシーリーさんで買いました。あ、タップダンスした方がいいです。しなくていいです、しなくていいです、あの、床傷つくんでやめてください必死。これ中のね、T シャツの自前なんですけど、あ、そうですね、はい、はい、これ可愛くない。可愛い、サイズもなんかいい感じの、なんだっけこれ、コーデュロイ、コーデュロイ、そうですね、コーデュロイっていう感じなんですけど、魔法の呪文ではないんですちょっと秋っぽいし、はいはい、色も可愛いので、はい、これ、そう、こうやってなんかこうシャツをさ、こう、うんうん、ジャケットみたいに着るの好きなので、テレビオータムコレクションその1、読書の秋に図書館の本を返し忘れて慌てて返しに行った時のコーデです、うん、そう、適当に羽織りましたって言ってるだけじゃん、うん、まあそれができるぐらいね、気楽に着れるというわけです、ね、はい、そう、やばい、ここ返してないじゃん、バッで、急いで来た時もちょっとおしゃれになる感じのね。まあね、ちょこっと羽織ればね、あ、そうそう、秋っぽい装いになると。イエーイ。さあ、では次行きましょう。行きましょう、オータムコレクション。はい、違う出方するんか。はい、まあね、秋ですので、はい、キノコをイメージしてみました。あ、でもすごい、なんか確かにじゃじゃーん、めちゃめちゃ秋っぽい格好してる。これはいいんじゃないですか。可愛くないですか。ちょっとさやさんがあのシワクシャにしちゃったのが気になるぐらいです。申し訳ないんですけれども、はい、え、ちょっとこのスカートすごい可愛いと思って。はいはいはい、そうそうそう、いいね、チェックスカート。そう、しかもなんかこうザ・秋っていう感じの色味じゃない。確かにこれは秋だな。だからこれに合う感じのブラウスを買った感じです。はい、これ全部シーンですね、はい、上から下までシーンでございます。なんかほら、窓際でさ、まあ、地面漱石とか読んでそうでしょ。確かに、なんかこう見て、サイさん、そこすごい賢そうに見える、このカット。あ、今バカになった今いいね、賢そうだね、サイさん、なんか知らんけど優雅だね。でしょ、ほら、猫をめでてる、うん、目にがついているよ、あ、目についてるよ、ばあちゃん。内容が全然おしゃれじゃない。いい感じ。まあいい感じですね。これすごいなんか秋のカフェにいそうだわ。窓際でね、はいはい、それっぽくこうやってお小説を読んでるんだけど。小説読んでるとこ見たことないわ。いや、先生、あと産業読むと寝ちゃうからさ。パタってこう静かに閉じて。はい、やっべ、バイトだっつってすげえ勢いでチャリを漕いでいく、こうギャップ女子をね、ちょっとイメージしてみました。なんでだ、濃いよキャラが。じゃあ次行きますか。何？さらばだ。ということで、3コーデ目、最後は異常にゆるい格好ですね、これは。はい、こうダンスしそうな感じじゃない。まあ、確かにダンスしそうではある。ほら、ダンスしそうな感じじゃない。すごいダンスがダサくもあるあ、でもそれパーカーすごいゆるくて、あ、そう、これはまたさやさん、部屋着にはかどってしまいそうだね、これ、はい、もう洋服行きやすいメンバーたちですよ、これは。確かに、はい、基本的にさやさん買ってんのいつもあれだもんね、ゆるっとリラックス系だもんね。いや、もう大好き。いや、これさ、フードがちゃんと立ってくれるし、はいはい、なんか紐も可愛いし、あ、本当だ、結構お気に入りなんですよ。そう、すごいね、これね、丈の感じがいいね。そして、はい、運命、己を信じろ、デスティニー、ビリーブユアセルぜひ見せたかった。いや、これいいですね。はい、松田さん、それさ、あ、そうなんです、前回もこれとね、全く同じやつを買ったんですけど、はいはい、買ってましたね。はい、気に入りすぎて、もう一本あの欲しいなと思って、私で買っちゃった。結構履いてるよね。
すっごい履いてる。悩んだらそれ履いちゃうもんね。いやもうだって T シャツでこれ着ていいし、うん、長袖シャツで着ていいし、もう確かにな。もうこの子が私はこう私という人間を保ってられないの。そんなに依存してたんだ。ちょっと不安になってきたよ。でお靴はね、はいはい、前回のこれ前回のだね、はい、履いてなかったやつ、ね、そう C さんで買わせていただいた、はいはい、かわいいね、白いスニーカーです。これかわいいよね。これかわいいね、うん、確かにこの今回の格好にはそうそう合うなと思って、うん、これちょっと前回のやつを持ってきたんですけど、はいはい、いやでもねめっちゃ安いですよ。この靴も本当これ全部コスパが良いですね、うん、こうなってみると。まあ、ただただの紹介したいものはあるんですけど、ぐちゃぐちゃにしすぎではここ。わらちゃんもわらちゃんのせいにしないでよ。するよ。これはちょっとこれからの季節着たい。あとこれ超お気に入りなんですけど、さやさん、ね、見てください。これでもお気に入りなのは分かったんですけど、わらわらなんです。さやさんのクーポンの説明を、あおはらわらわらさやさん、クーポンの説明お願いします。ここにクーポンが入っています。入ってねえよそんなとこに。あの皆さん概要欄の方に、はい、はい、クーポン、まあ、もしくは今こちらのテロップ、そしてそれか詳細は概要欄の方で、こちらのテロップ、そちらにこちらにクーポンがございますの。ないのよそんなとこに。ああもうクーポン消失。ああみんなはお得になれないんだね。クソ野郎じゃねえ。何のためにご紹介させていただいたの、はい、概要欄にクーポンがございますので、よかったらクーポンを使ってシリーズでお買い物してみてね。すごい躍動感。てなわけで今回もシーンでもう大量にいろいろとね買わせていただいたので、きっとまた画材もいっぱい買っちゃったけど、はい、思わぬものとかもう売ってて、そうね、そうお洋服屋さんだと思ったら全然近かったから、いや意外とそういうなんかアート系の雑貨も面白いのあるんだなっていうのがありましたね。そう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 、ぜひ皆さんもね、はい、これが私のシーンライフだっていうのをね、うん、教えていただけたら嬉しいです。どちらかというと今回あのアート系じゃなくて、あなたあのお洋服を宣伝してください。いい服です。雑だな。あ一緒に寝ようできるから。